もう少し周りを見るいいチャンスだよ。力がみなぎるような光を浴びてゆっくり充電するといい。ドットホラーストーリー2実況プレイやっていきます。前回初めてやったけど、まあ不気味な感じは変わっていない。サイコホラーでいきなり始まりましたね。ドデカ音から始まりましたが、前回ね、確かこのアイテムを手に入れたんだよね。氷を手に入れた最後。何言ってるかわけがわかんないと思うんだけど、氷を手に入れたような記憶はある、確か。アイテムを見つけるっていうか、探すの、使うのどうやるんだっけな。なんか上とか下で使えたような。あれ？違ったかな？ここから氷を手に入れたんじゃなかったっけ、確か。で、その氷を暖炉で溶かせばいいのかな。ちょっとね、一回やっただけなんだが、さすがにずっと続けてやるには無理があるので、あんまりね、長いことやらずに毎日ちょっとずつ進める。それはそれでどうなんだ、それはそれで精神が病んできそうだが、大丈夫か。私すぐに溶けるはずだ。溶けた？溶けたの？もう氷は溶けてるはずだ。じゃあ錆びたパイプで引っ張り出すか。どうせ鍵でしょ。はい、来た。氷の中に何かあった。主人公は結局死んじゃってんのかな。鍵だ。でもどこのだろう。まあここでしょうが。ここ開かなかったよね、鍵で。確か。あれ違うわ。ここ開いたんだ。炎の源。この暖炉の裏側になってたのかな、さっきの場所は。ここが鍵で開かなかったんだっけ。あ、ここも開くんだ。あ、どこが鍵で開かなかったっけ。ここが鍵で開かなかったのかな。全部開くんかい。前回の記憶がない。すまん。怖い怖い。主人公は前作のラストで、まあ自殺をしたような描写があったのだが、何やら今作生きてますね。部屋に入るには鍵を見つけないと。ここか。これ不気味だね、この絵。何を描かれているものかよくわかんないけど、鍵で開けて中に入ると。よし、ドアが開いたぞ。前作をね、編集してた時に気づいたんだけど、私多分相当その自分に聞こえてる音はでかいわ。なんだよもう。そもそも俺はどこへ向かってるんだ。だから思った以上に皆さん私がびっくりしてるかもしれないけど、それは私が聞こえてる音が今皆さんが聞いてる音よりもはるかにでかい音で耳から入ってきてるからであって、決して私が俗に言うビビリじゃないということをお伝えしておきたい。なんもないじゃん、ここ。せっかく鍵開けて入ったのに。うわぁ、おい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 。なんだなんだなんだ。お前前作に出てきたやつじゃん。なんかあのグッドウィンさんの話し相手になってた人だよね、お前。うわ、俺を押しのけようとしたな。あ、いや、そういうつもりはないけど。すみません、あなたが誰なのかわからないんです。うん。ああ、俺だよ、俺。古い友人の強欲だよ。これまたあれか、自分の頭の中の話になってんのかな。まだ覚えてないっていうつもりか。強欲か。何のようだ。うん、自分の頭の中で多分なんだけど、オープニングの時には理性が出てきて、まあそいつが言うにはなんか希望を見つけろということで今やってるわけですが、主人公の頭の中に強欲もいるんだね。んー、俺を忘れるんじゃねえよ。俺と俺の冷酷さを必要とする時が来るはずだから。
俺なしでは成功できないだろう。まあ確かに競争欲があってこそ人は進化する。いいか、俺は訳あって変わろうとしたんだ。君なしではあそこまで出世できなかったかもしれない。だけどより良い人生を歩めたかもしれない。うん、欲にちょっと取り憑かれすぎたような気はする。え、いい人生だって？お前バカか。全部手に入れるべくして得たんだろう。俺と一緒にいれば何もかも手に入ったのに。でも手遅れってわけでもないかな。ああ、全然状況把握してないけどね。どうなったの？いいか、俺たちが組めば今度はなんだ。あ、理性が来た。理性、強欲よ。また何か企んでいるのか。これはあれか、俗に言う主人公の頭の中で天使と悪魔が戦うやつだな。ふん、理性か、お呼びじゃねえよ。黙れ。おう、理性の割には随分と感情的だな。話に割って入ってすまない。よく聞け。確かに彼のおかげで目標を達成できたかもしれない。でも君は若かった。今もまだ若い。当時自分が何かを欲しているのか分かってきたか。分かってるに決まってるだろ。あんたも俺もみんな分かってた。こいつは俺が必要だ。理性、あんたに邪魔する権利はない。こいつを成功に導いているのは俺だ。俺がいなければ誰がその役目を果たすんだ。まあ確かに欲がないと出世とかはできないよな。うん、確かにそれは完全に否定できない。さすが理性的。理性だ、長い。しかし彼が必要としているのは正しい方向へ背中を押す力、新たに生きる決意なのかもしれない。ちょっと弱い。理性ちょっと弱いぞ。推しが。なんだって？私を信じるんだ。希望を呼び覚ませ。君を救えるのは彼しかいない。なるほど、理性さんと強欲さんみたいな感じで希望ちゃんもいるわけね。待て、こんな綺麗事なんか聞くな。なんなんだ？希望、強欲、理性。ああ、頭の中にある様々な感情みたいなものが、なんだ？大丈夫か？頭の中にある様々な感情みたいなものが渦を巻いている。俺の足は短い。いくら頑張っても手が届かないよ。すまん。ああ、あれか、錆びたパイプを使うのか。錆びたパイプ大活躍。こんなに使われ、どこに直してんだお前。よく見たら錆びたパイプをなんかズボンの中に直してなかったか。まあいいか、あんま細かいことは気にしないでおこう。なんだこれ、後で必要になるかもしれないな。相変わらずのこの主人公の先見の明。もう必要となるアイテムが分かっているかのような行動。まあまあ何も言わない。よくわからんが浮き輪みたいなやつを手に入れた。え、ついさっきまでここにドアがなかったっけ。前回もやったな。でこれで一個手に入れたから、これでパズルを解けるようになったんじゃないの。なんで暗くなるの、なんで暗くなるの。セーブセーブ。よしよし。おー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 、大丈夫か。たまにこう主人公の精神が不安定になるな。大丈夫かな主人公。まあ主人公というのはつまり俺のことなんだけど、俺の精神は大丈夫か。まあ主人公のこいつプライスは最悪どうなってもいいが、俺はどうなってもよくない。じゃこれはめよう。バカちょっと。よし、これでパズルが解けるようになったということですかね。はあ、はあ、子供騙しのパズル。はあ、なるほど。操作方法が難しい。シフトを割ってんじゃねえか。どうやって移動させるか忘れたよ。いいで移動か、あ、こうか。はあ、自動的に繋がったな。これで全部繋げればいいんでしょ。要するにこんな感じじゃない。繋がらんじゃねえか。ぴったりと、ぴったり来い、ぴったりぴったり来る感じにしろ。ぴったり来る感じに。お、ぴったり来たじゃん。これで、で一番外もお、ぴったりぴったり。これでいいんじゃない。
これぴったりでしょ。できました先生。ん？あ、一番中がないってこと、これ中心部が。まだピースが足りないんだ。ほんとか？これが間違ってるわけじゃないよね、これ。ノース、サウス、ウエスト。あ、ひょっとしてあれかな、文字盤がちょっと歪んでるということ言いたい。こうやりなさいって言いたいの。細けえなおめえ。これで OK かな。なんでこんなことやらされてんだ。確かにプライスの言う通りだ。で次はもう行く場所なくなったけど、あー危ない危ない、怖い怖い。こうやってちょっとこの暗闇に入って戻ってくると何かが起きるときあるからな。大丈夫か。よし、次はあれ、暖炉の火が消えてる。火が消えたけどなぜだ、さっぱりわからないよ。一体何の意味があるんだ。恐怖の産物そのに。あ、理解理解、ここに隠れなさいってことね。わかりました。隠れられない、隠れられない。頼む、止まってくれ。逃げるしかない。じゃあ逃げろ逃げろ、それ以上近づくな。逃げろ逃げろ逃げろ、逃げるが勝ち、逃げるが勝ち。ん？何何？もう手離してるよ。俺から離れてくれ。逃げろ逃げろ。ん？逃げれない。何がどうなってるのか分かりません。うう、来た来た来た。なんか音はでかく、あ、音はでかくなったけど。ん？ん？第一章苦悩。うわ、これ背景の柱時計の音かな。すごくなんか不安を煽ってくる。何が何だかわからない。あいつにやられてしまった。よくわかんない黒いやつにやられた。希望に見捨てられた。あれは希望ってことなの。妄想その1、主人公の頭の中かな。端っこに行くと相変わらず怖い音が流れてくるが、今度は何が現れるのか。主人公の頭の中にあったもの、お、これは契約書。ああ、俺の顧客が署名した契約書だ。この紙切れをいっぱい集めることがお前の欲望を満たす手段だったっていうことだね。グッドウィンさん、テイラーさん、契約書に署名させることで何が犠牲になるのか分かってなかった。あの時知っていれば。そうだね、お互いだったね。でもそれはグッドウィンさんたちも分かっていなかったし、主人公自身も分かっていなかった。最後自殺するようなことだったら、そう分かっていたらもうやめていたかもしれないのに。分からないというのは怖いのかい。坊や、誰だ、はははははは、は誰だ。今度は誰が出てきた。主人公の頭の中に何がある。これ以上まだ何かあるのか。いなくなったん、こっちか。じゃあん、いないぞ。おお、いた。相変わらず暗闇が怖いのか。無様だな、大の大人が自分の影に怯えるなんて。はははははは、姿を見せろ。なんだなんだなんだ、なんか出てきたぞ。電話が鳴ってる。電話は嫌な思い出しかない。あの、わけがわからない状況に置かれてどんな気分だ。赤文字怖い、やばい。うわ、希望を失ってどんな気分だ。誰だ。すべて自業自得だ。質問に答えよう、私は苦悩だ。いいからほっといてくれ、あんたにはもうコリゴリだ。苦悩か。
私は消え去らない。悪意に満ちているかのように見えるが、誰も私なしでは生きていけない。そうなの？苦悩なしで生きていけないの？延々とあんたに耐えてきたんだ。もう無理だったんだよ。とにかく一人にしてくれ。あんたなんか必要ない、まあ、言うなれば苦悩から逃れるために死を選んだみたいなところは前作ラストであったから、まだ分かっていないみたいだな。ん？私がいなければお前は学ぶことができない。強欲と同じようなことを言ってるな。私の目的はお前を苦しませること。こうすることでお前を突き動かし続けているんだ。うるさい。お前の言いようにはならないぞ。まあ、無知と飴的な感じか。いずれその時がまた来るだろう。ケツを叩かれないと、人は何もできないという、そういうことか。あ、お父さんとお母さん。母さん、父さん。なんでここにいるの？一体何なんだ？二人はお前の記憶の一部、お前の両親だ。私たちは理性、希望、愛やその他の人たちとは違う。だが我々は彼らの道具として、彼らが行けない場所に使わされるんだ。彼らの道具として。はあ、お前は暗闇をさまよっているんだ、息子よ。今の気分はどう、坊や？わからないよ。もう混乱だな。大パニックだな。何も感じないんじゃないかって思えてきた。だから私たちはここにいるんだ、息子よ。父さんの言う通りよ。何もかも失ったわけではないとあなたに教えるためにいるの。ほう、まだ希望が残されている。戦う理由はあるのよ。お、今回はこの二人いいやつか。前作とんでもないことやってきやがったからな、こいつらが。一番俺が絶叫したシーン、こいつらがグッドウィンさんを切り刻んでたとこだからな。お前が辛いことは私たちも十分理解している。本当か？なんかあんま信用できないんだよな、こいつら。会いたくてたまらないよ。あー、両親にね。二人とも元気？私たちのことは気にしなくていいのよ。いずれまた会えるけど、今はまだその時じゃないの。これは天国にいるけどまだ死ぬべき時じゃないっていうこと言ってる？とにかくさっさと終わらせてここから出よう。そうね、あなた、ここのコーヒーまずいわ。息子よ、我々は愛に使わされてきたんだ。愛？この暗闇から逃げ出すんだ。じゃないとあなたを徐々に飲み込んでいってしまうわ。え、そうなの？俺もこの場所が嫌いだ。私も嫌いです。どうすればいい？目を閉じるんだ。深呼吸して集中するのよ、坊や。光を想像するんだ。押す、いい、目を開ける。じゃ大丈夫か？フラグじゃないだろうな。おお、光が。おお、綺麗だ。だいぶ趣が違うな。愛、希望の領地。いや、素敵だな。フェンスの一部がない。見ると直したくなってくる。解放されてるってことかな、心が。ノコギリ台だ。木材もある。フェンスを直すためかな。フェンス別に直さなくてもいいんじゃないの、こんな穏やかな場所で。何からフェンスで守っているんだ。あるいは逃げ出さないようにしているんだ。じゃがいも畑だ。いい匂いだな。愛とか希望、愛っていうともう前作のグッドウィンさんをつい思い浮かべるんだが、いい意味でも悪い意味でも。可愛らしい家だな。誰が住んでいるんだろう。あなた？お、誰だ？フェンスの修理は終わった？お前、声はなんか苦悩の声じゃないの？ごめん、まだやってない。お前何勝手に結婚してる気になってんだ。ゆっくりでいいのよ。その間にアップルパイを焼いておくからね。わかった。
あなた？聞いたことのない声だったな。でも声の感じだと俺の年齢くらいだ。こっち行くと裏、なんか心がほっこりしちゃったよ。あそこももっこりしちゃったよ。金槌、うん、金槌を見つけて、でそれでフェンスを直そうかな。心が落ち着く。なんて静かで穏やかな場所なんだ。結構好きかもしれない。結構好きというか、お前はこういう生活を求めていたんじゃないの？ひょっとして違うのかな。フェンスを直してって言われたな。じゃあ板を少し短くしないと。穏やかだね。ここには金や名誉はないかもしれないけど、まあそういう幸せもあるんじゃないですか。フェンスを直すぞ。そしたら金槌と釘が必要だな。金槌はあったけど釘はなかったな。端っこ行って大丈夫か。あーやばいやばい、端っこ行くとやっぱりやばいぞ。端っこ行くと何かが出てくる。釘はないかな。じゃがいも畑で、あ、金槌と釘あるじゃん。両方同時に手に入れてたのか。これでよし。力仕事って思ったより楽しいかも。これでできた？フェンス直した？手先は器用じゃないけど、これでいいかな。不器用であっても、いいじゃない。はい。あ？ああ、理性が出てきた。おう。じゃあちょっとこの希望の状態、せっかく気持ちがいいんで、希望のまま今回は終わりたいとこですね。前回あまりに絶望だったので希望のまま終わりたいですが、希望のままでは残念ながらセーブさせてくれないようなので、じゃあしゃーないので、さっきの理性と話して、あ、こいつと話せばいいのか。新品同様になったよ。あの、すみません、アップルパイは中に入っていいですか。ここはお前の家とお前の奥さんみたいな感じじゃないの？違うのかな。返事がない。ちょっと違うのか。そういう関係じゃなかったか、ひょっとして。赤の他人の家だったかな、ひょっとして。まあまあ、それもいいんじゃないの。ご近所付き合い。楽しんでるかい。ああ、そんな気するよ。何度も同じことを聞いてる気がするけど、ここはどこなんだ。少しでも笑顔が戻ったみたいで嬉しいよ。君は希望の領地の中にいるんだ。ここは幻想だけど現実を反映する場合もある。幻想、そうだね、確かに長居はできないと覚悟してたけど、まあまあそういうな。これを現実にすればいいじゃないの。現実を反映するとも言ったろう。どういうことだ。周りを見渡してみろ。君の未来になり得るかもしれないんだぞ。そういうことだ。俺にこんな場所はふさわしくない。あんなに大勢の人生をめちゃくちゃにして、君はいつも自分に厳しすぎる。そうだそうだ、その通りだ。気にすんな、別にお前のせいじゃねえ。君は仕事をしていただけだ。正しい方向に押してもらう必要があっただけなんだよ。なのに君は考えに苛まれてしまい、自分自身の存在さえ疑い始めた。うん、ありがとう。なんだって、俺だって頑張ったんだよ。簡単なことじゃない。自分に失望してしまった。要するにこれは君が言えるまでの旅なんだ。あ、そういうことか。簡単なものじゃない。もう少し周りを見るいいチャンスだよ。力がみなぎるような光を浴びてゆっくり充電するといい。自分の思考の暗闇の中に飛び込むときにその力が必要となるからな。ありがとう理性、頑張ってみるよ。なるほどね。主人公が自分と向き合うためのそういう物語なのかな、今回のドットホラーストーリーは。希望を見つけることはできるのか。
しょうがないな、中に入るよ。大丈夫か？なんか不気味な。目覚めた。またクソみたいな世界に戻ってきたぞ。やばい。なるほどね。いや、ちょっとわかったかもしれない。前作ラストで主人公はもう苦悩やら強欲やらそこら辺に押しつぶされて、でもう死にかけた。で、自殺しかけたんだけどっていうギリギリの今状態なのかな。で、頭の中で今自分の中で自分自身と戦って、で、それで希望を取り戻そうみたいな、そういうゲームかもしれないですね。頑張って希望を取り戻していきたいと思います。今回ここで終わりますが、次回も希望を持って見ていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。